あんまさ、よそんちがさ、洗濯物たたんでる動画って、見る機会ないよね。これ撮るの？うん。洗濯物をたたんでいる妻をもっとドラマチックに撮りなさいよ。それだって楽しくなさそうじゃん。うん、この靴下片方しかないけどもう一個どこやったの？あれ、しかもこれさ、うん、ビロビロやん。見てよこの伸びきったリブ。うん、これでもまだどんなかな、8年ぐらいしか履いてないと思うけど。8年さ、うん、子供がもう生まれたての赤ちゃんから立派になっちゃう年月よ。うん、言われてみたら毛玉もちょっとだけついてるかな。だいぶやばい、全体的にやばい。これもう捨てよう。ダメだよ、まだ履けるよ。あと2年いける。いけない。脱げるやつやんこれ、スニーカーの中で。あ、そうだ、脱げるわこれ。確かに言われてみたらアウトだよもうこれ。でもまあ脱げながらもあと2年は履ける。脱げる時点で靴下アウトよ。うん、はい、バイバイして。なんでポッケないないするんですか。っていうか大輔さんさ、うん、パンツもなんか8年とか履くやん。うん、穴開いとるであれ。まあ穴開いててもね、なんていうの、その穴にパンツ履くときにさ指が引っかかってしょうもないとかだったらもう捨てるけど、指引っかからんとこに穴開いてるんだよな。なんかさ、よくわからないんだけど肌にくっつくものだからさ、うん、でも馴染んでくるんだよなだんだん。ああ、まあそれはわかるよ確かに、うん、そうするとね、なかなかあこう捨てられなくなっちゃうね。でもお尻の真ん中に穴が開いたらさすがに捨てた方がいいよ。ねえ、それ動画で言わないで、恥ずかしいから。大輔さん今日はお尻に穴開いてるのかなとか、こっから先みんな思うじゃん。割と週1ぐらいで空いてるから。いや、それがさ、ユニクロのパンツってめっちゃ持ちいいじゃん。確かにユニクロさんはすごいよ。確かに持ちはいいんだけど、うん、さすがに限界もあるよ。もうなんかみんなせいぜい 3,4 年とか言ってたけど、はい、使い方みんな悪いのかなと思って。俺別にアナルに穴開いてても 8年ぐらいつけるし。そうもう好きだらけ綺麗。私は言ったからね。まあさ、うん、難しい問題だね。何が？え、下着を捨てるタイミングって。まだ続いてたんだその話。みんなどのタイミングで捨ててるんだろうね。まああれじゃない、やっぱ、うん、ビロビロしてくるじゃん、うん、こう伸縮性がなくなってきて、うんうん、そうするとやっぱフィット感がね、損なわれていくやん。みんな気づくの？そのビロビロしてフィット感悪くなってきたなってみんな気づくのかな。俺ね、毎日その俺と共に成長していくから、下着とかもやっぱこうね、こうなんていうの、馴染んでいくじゃん日々。その伸びたなりに馴染んでいくから、まあ、どのタイミングがフィットしなくなったのかでわからないんだよな。でも穴が開いたっていうのは明確なんじゃないかな。あー、そっか、一つのラインとして、うん。でもさ、かわいそうじゃん洋服が。何が？例えばさ、上着だったらさ、ここに穴開いたりとかしたらさ、うん、もう人に見られちゃうからもうスーってよってなるよ。、うん、でもさ、こういう例えば下着とかだったらさ、あのなんていうの、ここに穴開いたとしてもさ、ここだけは覆ってないけど、そこ以外のところは全部覆ってくれてるわけじゃん。それ努力してくれてるわけでしょ彼は。たった一つの過ちのためにこの人全体を否定する気になれないっていうかな。なんかだから他のとこ守ってくれてるから、まあここぐらい多めに見てあげようかなみたいなさ。ちっちゃい穴、うん、だけが開いていて、うん、他がピカピカだったらまだいいと思う。確かに。あ、そっか、他もデロンデロンだから。そう、そういうことですよ。もうさ、これやばいもんね。ユニクロのやつなんだけどさ、うん、あの、わかる？首元がね、これ首元の位置のはずなんだけど、もう乳首より下になった。そうそうそう、もう胸、溝落ち、乳首捨て、スケスケ。っていうかさ、うん、大輔さん靴下の履き方もおかしいやん。え？なんかひっくり返す時とひっくり返さない時があるっていうか。あ、前動画でチラッと俺の靴下が裏返ってるのを見た視聴者さんたちから、うん、どういう靴下の履き方ですかみたいな、なんか結構来たよねコメント。
私さ、うん、いつもその洗濯に出てくる靴下をさ、うん、ひっくり返ってたら、まあ、こうなってるってことでしょ。そうそうそう、うん、何も言わずに一生懸命戻してたんだけどさ、うん、それをまたさらにひっくり返してわざわざ履いていたっていう事実をあの動画で知ったのね、私はさ。そうなんだ。いや、まあルールがあって、例えばさ、今日の靴下はだあの大丈夫、なんちゅうの、裏返しで履いてないやつ、今日の靴下は、うん、これはあのチャンピオンの靴下なんだけど、うん、こういうね、スポーツソックス系はあのなんちゅうの、この縫い目がちゃんとしてるのよ。はあ、はあ、つなぎ目が。だからね、なんていうの、ちゃんと履いても苦しくないんだけど、悪いタイプの靴下ってさ、これもいいタイプの靴下ね、ナイキだから。縫い目がちゃんとしてるのよ、この縫い目がね。だけど、悪いタイプの靴下って、これがね、うざいのよ、これ。これ。あー。これ。なるほど。うん、なるほど。親指はまだマシなんだわ。だけど、小指のさ、ここにカサ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 ずっと当たり続ける靴で歩くために。なるほどね。そう。裏側の縫い目の出っ張り具合ね。そうそうそう。で、この出っ張りがさ、ずっと同じところをコスコスコスってやり続けるわけじゃん。要はもう、こんな状態をずっと。はいはい、サクサクサクずっとスクラッチされ続けたらさ、そりゃ1000歩も歩けばさ、靴ずれみたいになるわ。あー。うん、結構俺の小指ナイーブだからさ、足の小指。だから、そういうのを防止するために、こう裏返して履くわけだな。まあさっきのやつとかもそうよね。これ。あ、これ？これどこの？これ100均。あ、100均。100均の靴下を。8年も履いてる。ちょっと待って、ユニクロじゃないじゃん。これとか見てみ、もう縫い目がさ、全然違うじゃん、もう。確かに。こっちの方がどう考えても、なんか気持ちよさそうじゃん。確かに、フラットだね。うん、シームレスで。ここなんて見てよ、この段差。ジムニーで乗り越えないといけない段差。長さだけで見たらよ、この紐の。こっちの方が短いけれども、でもそういう問題じゃないのよ。ここのゴワゴワ感がもう全然違う。あ、ほら。あ、全然違う。あ、違う。だから、靴下によっては、ちゃんと、裏返して履く。じゃあ、要するにだよ。うん。いい靴下買えばいいんじゃないかな。まあ、そんなことができたらね、話は早いよね。そろそろ買っていいと思うよ。あ、そう？その8年100均の靴下を使い続けるような財政状況ではさすがにないよ、我が家。あ、そうか。うん。ほら、貧乏時代長いからさ。結構ね、やっぱ貧乏性が抜けないよね。まあ、その気持ちはわかる。確かに。うん、あと、やっぱ物への愛着だよね。うんとかも含めてやっぱ。なんで履くの？なんで履いたのそれ。よく見たら穴も開いてるし。穴開いとるみたい。ダメやん。ごめんな。もう、お前とはさよならだ。今までありがとうな。ごめんな。ごめんな、本当に。ありがとう。てか、ちゃんまりの下着事情はどうなん？ユニクロ。うん。え、上はユニクロのエアリズムのブラトップで、うんうん、下はユニクロのシームレス。お、以上。以上。オールそれ。確かにそういえば、うちでエッチな下着を見つけたことがないぞ。いや、履きたいよ、エッチなやつも。そうなの？いや、エッチなやつは別に履きたくないけど、まあ、うん、こう、かわいいの。いや、でもさ、俺結構好きだけどね、シームレス。これ男目線的な話で言っていい？ああ、どうぞ。どうせさ、ま、暗いと下着なんて何入ってるか分かんないじゃん。ああ。そしたらもう触り心地がいい方が良くなってくるじゃん。あ、なるほどね。シームレスのやつってめっちゃ触り心地いいのよ。確かに。もう境目分からんじゃん。うん。よき。この段差のなさが、そう。つるんといく感じ。そう。いや、みんなね、一回シームレスの、あれ、触ってほしい。ユニクロの。シームレスの尻を。あ、そう。男性とか彼女いないけど触りたいって人は、ユニクロでシームレスの XL とか買って、一回自分で履いてこう触ってみてほしい。すげーってなるから。それはどうなの？あ、でもまあ、うん、まあ、そっか。うん。そのぐらいね、あれは触り心地とかはいいよ。まあでもそうね、それで選んでる節は、あるのかな、なんか、うん、見た目よりも機能性を重視した結果これだから、うん、うん、でも、うん、同世代くらいの人の下着事情が私は知りたい。どんな感じなの？ああ、みんな？そう。いや、若い頃は、はは、うん、若いの20代前半とかは結構頑張るわけよ。ああ、私頑張ってたのよ。うん、可愛いのつけようと思って、うん、やっぱだんだんね、うん、30に近づくにつれて、うん、実用性重視になってきちゃったんだけど、うん、私がいかんのかなと思ってどうなのかな、世の中的にはどうなんだろうね。ちょっと確かに知りたいね、うん、知りたい。みんなの下着事情をコメント欄で教えて。ただのコメント、大丈夫。女性の皆さん、下着何色ですか？下着何色ですか、おじさんになってるじゃん。下着何色ですか。
か皆さん。そんな感じです。我々の下着事情、なんでこんな話になったんだっけ。全然関係ないよこれ。洗濯物畳みながら動画撮り始めたからこんなことになってしまったんや。うん、じゃあそんな感じで今日の動画は以上です。以上なのかこれで。じゃあね。バイバイ。